こんにちはカスタマイズ時計作りの実績日本一の南雲時計店店長の南雲達也です本日はですね先日滋賀県の H 様にブロンズの腕時計をお届けさせていただきました H さんありがとうございます大変お待たせいたしましたそれで、えー、ご質問にありました、まあ、ブ,ロンズにブロンズについてのちょっとした豆知識をお届けしたいなと思います それは、まず、お聞きされた、一番最初、変色についてですね。一番、あの、ブロンズの変色です。新品の時は、金色なんですよ。ブロンズって、えー、っとね、青銅って書くんですよね。青銅っていうのは、えー、青い銅って書くんですけども、 あれ、もともと、緑色が水色っぽかったり、グリーンだったりするんで、まあ、青銅って書くんですけども、実際、ブロンズって、皆さんどこかで、銅像を見たことがあるかと思うんですけども、銅像ってチョコレート色みたいに濃い焦げ茶みたいな色じゃないですか。ですんで、新品は金色であっても、自然に濃い茶色になります。そして、銅は自分を、いわゆる 腐食から防ぐためにあの緑章と言われるのがあれ、えー、緑のサビと書くんですけども実際はあれサビじゃなくて自分を守る膜みたいなものなんですねよく銀が黒くなったりするじゃないですか実は金とかも白くなったりするんですねそして自分をその外から守る膜を作るんですよ で、それが、まあ、あの、緑色って言われたりするんですけども、実際、まあ、今、いろんな話にお話戻すと、金色から、えー、チョコレート色みたいに茶色くなっていきます。これ、普通です。ですので、おかしくありません。で、えー、じゃあ、茶色くなったのをどうしたらいいのっていうのは、これ、えー、例えば、 腕時計の傷とかを消す仕上げ直しとか磨き直しとかっていうことをすると当然表面のその茶色いのが落ちますんでまた金色っぽくなりますけどまた使っていたりとかただしまっているだけでも徐々に茶色っぽく黒っぽくなっていきますこれは仕方がないことと思っててくださいもちろん何か飛膜をしたりすれば え非常に防ぎやすくはなりますけど大体なりますだからえ金色から黒っぽい茶色っぽくなったりするのは仕方がないと思ってくださいそれからえ指紋指紋っていうのは油なんですね油は例えば金属についてえ自然に酸化していく酸になってそこに何て言うのかな金属に指紋の後のサビみたいな変色が起きるんですよこれ 普通に時計拭きで拭いても綺麗になりません。これもやっぱり磨き直し、仕上げ直しでわずかに削ってあげないと綺麗になりません。ですので、えー、例えば毎日使われている方はいいんですけど、ちょっと使った、例えば土日に使った、次は1ヶ月ぐらい使わないとか、場合によってはしばらく半年とか使わないかもっていう人は指紋を綺麗に時計拭きで消してあげてください。 南雲時計店なんかだと、えー、例えば、南雲時計店サポーターさんになっていただくと、えー、眼鏡拭きというか時計拭きというかをプレゼントとかしていたりするので、まあ、そういったものを使っていただいて指紋とか汚れをきれいに拭き取ってからしまってくださいそれからうーんあそうラグの隙間とかこういう狭いところに緑書が出ましたそれはどうしたらいいですかこれはですねある程度諦めてください。 あのー、たまに、なんていうのかな、細い金属の棒とかでガリガリやる人がいるんですけど、あれ、ちょっとね、カリカリぐらいだったら、その緑潮だけ取れるんでいいんだけども、ガリガリやると、下地まで傷がつくんで、あのー、磨き直し、仕上げ直しした時に、そこに削った分がへこみますから、あのー、基本、 そういう硬いものではガリガリしないでください。もしどうしてもちょっとやりたいんであれば、爪楊枝ぐらい、木ですね、あれも、まあ、あれでちょっとカリカリってやって取れる程度までで我慢してください。で、えー、最後、これは、えー、ブロンズとはあまり関係ありませんけども、たまによく聞かれるのが、クリスタルコートとかガラスコートとかの傷防止はどうでしょうかと、こんなやった方がいいですか えー、しない方がいいですかっていうふうに聞かれたことがあるんですこれ以前もお話ししたんですけど基本はしない方がいいですあのコーティングをわずかにすれば確かにわずかな傷は防げますあくまでもわずかですだってあからさまな膜があるわけじゃないんであの本当にわずかな擦れ傷とかは防げると思いますが基本的には、えー、ケイ素と樹脂なので 本当にわずかしかできません。ただ、えー、ケイ素とかが入っているのでうん、例えばこういうベゼルって実は、あの、ねじ込みだったりするんですね。ですので、こういう隙間とかにその素材が入ると、まあ、開け閉め普段しないんでいいんですけども、やっぱりそれが研磨剤の役目をするんで、特に回転ベゼルがある時計なんかはしない方がいいと思います。あの、 公には発表してませんけど、ある有名メーカーさんなんかもしないでほしいというふうに言っております。ですので、えー、できれば腕時計みたいに可動部品が多いものはされない方がいいかと思います。自動車のボディみたいに基本的にあそこで 何か,こう何かがこう動くとかそういうことがないものであれば非常に有効だとは思いますけど時計は意外にいろんな稼働部品がありますのでされない方がいいかなと思います。ということで今日のお話まとめるとブロンズのお話をさせていただきました。番変色色色これ金色から黒っぽいような茶色っぽぽいいよよううなな茶のに なります。みんななります。ですので、ある程度仕方がないと思ってください。なるべく防ぐにはきれいにしておくことです。どうしても皮脂とかがつきます。それをなるべく落としてあげておいてください。2番目、指紋について。指紋もやっぱりその皮脂汚れとかなんで油、油の酸化によるものですから、これもきれいにしておけばかなり防げます。で3番目、ラグとかの隙間の緑昇は、 えどううししたらいいでしょうかこれあんまりガリガリリしないいでくださいある程度仕方がないと思ってください。ですので、えー、これも緑色が出にくいように使い終わったら例えばそういう隙間はいらなくなった歯ブラシとか、えー、メガネ拭きとか時計拭きで綺麗にしておいてあげることが 重要です。ということで、まあその1の変色、それから指紋、それから緑書、全部これ、もともときれいにしておくことが大前提となります。ということで、本日のお話、終わらせていただきます。滋賀県の H さん、ありがとうございました。また何かご質問あったら、ぜひください。そうすると僕がネタ考えないで済むんで、ただこのお話ね、ちょっと前にあの言われていて、僕がこう、 いうチャンスがうまくなくて今になって申し訳ありません。あのこれからメールで喋りましたよってご連絡差し上げますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。